です。毎度あれあれ毎度になった中根きょんだすごいやんすごいやんこんにちはチャンネル TOLIVE です、はい、こんにちは。今日なんですけど、はい、リュウさんいつもあのハーバー&ゴルフスポーツ、はい、じゃあ、ハーバーゴルフあハーバーゴルフ&スポーツでレッスンされてる。はい、レッスンします、はい、ということなので、はい、僕からしたらちょっと考えにくいというか、うん、リュウさんの普段の姿をあ、なるほどね、はい、レッスンを真面目にしてる姿を、はい、想像できないと、はい、なるほど。なんか想像できないですか。リュウさんが先生って言われる姿なんてちょっと僕には先生って呼ばれてるところ聞いたことないでしょ。うん、僕も嫌っすもん先生何の先生って言われてるお前先生って呼ばれてんのって周りの人言われますもん。だからそのほんまなのかと疑ってるので。なるほどな。あの下手くそ準備しました。下手くそ伸びしろたっぷり。オーケー。うちの元アンチ。アンチ。大アンチっすね。でそれな、まあ、その気持ちが入れ替わるところはまた別の動画で出すんで、怖い。そうですね、はいはい、さっき撮りました、はいはい、アンチとか慣れてないから。そうですね、坊主にするか土下座するかでちょっとそう思っちゃったんですけどねでもリュウさんのことどうやら好きみたいです。好きな、はい、なので、まあ、リュウさんの言うことやったら聞くやろと。あー、OK、いうことで、まあ、リュウさんのね、はい、あのレッスンがこれ見て受けたいよって方はぜひリュウさんのインスタグラムぜひでいいですか。あ、そうですね、あのホームページそのハーバーゴルフ&スポーツのホームページから体験レッスンも受け付けてますので、そこから問い合わせいただいて、はい、はい、ぜひぜひ行こうかな。これで良くなったらね良くなったらね、じゃあよくさしますから、はい、はい、楽しみに、はい、してください。どんな人がいいとかあるんですか。上手い人を教える方が楽やとか。いや、もうどんな人でも教えれます。誰でもかっこいい。どんな、どんとこいどんとこいどんとこい。じゃあ今日どんとこい来てるんで OK。 あのじゃあ登場してもらいます。はい、はい、どうぞ。壁です。大アンチ。どうも下手くそです。手に持ってるやん。えらいガタイやな。ありがとうございます。チャームポイントは。チャームポイントは広背筋です。広背筋画面であんまり伝わる。ちょっと脱いでもらおう。恥ずかしい。じゃあ悩みは、ちなみに距離は出るんですけど、距離を出るんですけど、出てたな。闇に言ってくる。スライスが多くて、OB が多いで、スコアにマット、スコアにならないっていうのが悩みですね。なるほど。贅沢やな、なんか2つも言うたんや、今。まあ、スライス。スライスと、スライスを直したい。なるほど。マシになりたい。マシあるわね、あるわ。じゃあ、まあまあ、パッと見て、まあ、病院と一緒ですよ。これはうちは無理やと。そうだったら、言ってくれたらそのまま。はい。はい、まあ、ただ、ね、大きい病院行って言うて紹介状書くわ、紹介状書くわ。クリニックなんですか。ちなみに誰書くか教えてもらっていいですか。その時の大きい病院は誰書くか。やっぱ、木下稜介さんですか、大きい病院っていうのは。なんで木下稜介に行ったの。だって、同じ年ですよね、大阪の国ね。はい、じゃあ、早速はい、ますはい、お願いします。お願いします。じゃあ最初はもう普通に打ってもらう感じですね。ああ、言うてる通りのスライスだな、うん、これが。ユイさんみたいな声やん。すげえな。見ました、あのスピード。ドーンって、うん、本人的にはでもこれ納得してない。当たりは良くないです、うん、まあ、ヒールっぽいですよね。ヒールが多いです、当たるのもいつも。あ、まあちょっとじゃあワンポイントっていうかちょっと構えてもらって、はい、で、まあもともと結構野球してた方なんで、野球してた人あるあるで、まあ、ちょっとボールは左に置きがちなんで、気持ちちょっと中置いてもらって、で、左足をね、ちょっとつま先ちょっと開いてください。それがそれ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  OK、うん、右足は基本まっすぐ向けて、左足をちょっと開く。これはもう何でかというと、まあ
あんまり閉じすぎてると詰まりやすい、詰まる原因にもなるので、ちょっと開いたり左足だけ、うん、そう 今それぐらいです。でボールの位置はこれぐらい、はい、でもう一回考えてください、うん、OK、で、まあ、ちょっと一気に浮いちゃうとちょっと難しいんで、うんうんうん、まあ、とりあえずちょっとこれで、はい、はい、打ってみてください。ラフト、ラフト、まあでも畳30センチはなったでもちょっと回りやすいと思う。回りやすいです、フォロースルーがダフっといて言うのもあれですけど、回りやすいです体はスムーズに動いた、ね、体はスムーズに動くと思う。右足つま先はまっすぐ、左足だけ開く、ちょっとふたたに紹介状書こうか紹介状書こうか東京病院のちょっとあのフェイス当ててもらっていいですか。マンダフェイスって分かると思う。フェイスここですか。ここやけど、まあ、今ここ当たってるのかな僕ここまでフェイスやと思ってトップフェイス、あフェイスじゃないですか、もうあの境界線ぐらいするここか打つとか、ここ、ここですね、ここね、あこれちょっとここもうスイートスポットみたいになってるやんここにしか当たってない。まあ基本やっぱりテンパラする人って、まあ軌道がやっぱこうやっぱ上から入ってるんですよ、カメラに上からね、まあこうボール、まあ、こうあったとしたらボールが、まあ本来ドライバーっていうとこうティーアップしてるんで、うんうん、アッパー軌道って言って、はいはいはい、下からこういう風に当たっていきたいんですけど、うん、まあ壁くんの場合はまあこう壁でいいですよ壁壁はもう上から叩きつけてるわけなんです。もうダウンブローに入っちゃってるから、あだからスピンも、そうスピンもかかる、天ぷらする、うん、距離出ない、スライスする、そう、まあ、イメージだけでもいいから、ちょっとこう横からドライバーはもう横から払うイメージ、横から払う、横から払う、上から叩かない、その意味、はい、でやっぱりこう上げててダウンスイングの時にやっぱりちょっとこういってるんじゃない、飛ばしたいっていう気持ちと力みがあるから、だからちょっとこう上げた位置から、まあ、これ難しいけど頑張ってクラブを下に下ろす、腕をちょっと下に下ろす、おーそれそう難しそう、これ難しいけど、これだから最初はあんまり力入れずに練習した方がいいかもしれない。飛ばそうっていう気持ちがあるとどうしても上から入っちゃうんです。腕で振ろうとするから。ちょっと下に下ろすイメージ。でもう横から払うっていうイメージは常に持っといて。横から払う。これはドライバーだけでいいです。基本横から払うっていうイメージは。難しいけど、まあ今のはヒールやからね。今のはこれはちょっと練習してほしいし、したい。そうそうそう。これでも俺より行くんや。関係してやん。多分今シャフトぐらい当たってんじゃん。やっぱりフェイスいらず。フェイスいらずやん。いやでもだいぶ今で上げた道に降りてきてる感じかな。まあ、インではないですね。うん、まあまあまあ、あれぐらいの方がいい。要はこうもう軌道がこの上げた道に対してもうこっち来てるんですよ、うん、こっち来てる時点でもうちょっと上から入るじゃないですか、上げた道を下ろす、まあ、理想は上げた道に降りてくることやけど、まあ、なんせ直そうと思ったらそうですね、もうね思ってる3倍ぐらいしないと、もう極端にしてちょっと変わるぐらいなんで、いや分かります、分かる、むっちゃ分かります、僕もこの悪くなった手が手元浮いてきて、うん、こう極端に言ったら胸に向いてくるんですよ、エンドが、うんうんうん、もうまた貫通するんかぐらいこうコリン森川ぐらいしてようやく普通のラウンド行った時にベルトンの方にようやく向いてくるんです。だから練習はもう思い切って、まあ、思い切ってやる、で特にコースで行くと向きね、もう向き分かんないじゃないですか、うん、自分そっち向いてると思っててもめっちゃ右向いてんでとか言われてね、そう確認しようがないし、うん、確認しようがないし、まあやっぱりそういうところってまあ
その人に見てもらったりとか、まあ、僕もラウンドレッスンしてるんで、うんうん、そういうとこにいつも毎ショット毎ショット付き添って見てるわけなんですけども、うん、やっぱり向きとかね大事、向きで軌道って変わるんですよ、やっぱり。いやそう、向きで軌道って、ね、うん、向きでやっぱりボールの位置も変わっちゃうし、だからもうまずは構え、さっき言ったようにボールの位置と足の方向の向きちょっと意識して、はい、でスイング的にはもう結構かもうすごい彼ポテンシャル、壁はねポテンシャルあるんで本当にもうちょっとこういいからいいから、いいから、うん、でもねちょっともう一回上げてみて、ゆっくり押してみて、ゆっくり押してみて、ゆっくり押してみて、この時点でねクラブがねこっち向いてるんですよ、やっぱり本当はここに降りていきたいんですよ、クラブ。本当はね、例えば、まあ、ちょっとシャフトをお借りすると、まあ、大体ここのつま先ぐらいに置いて、もうこれ練習場とかでも皆さんできるんですけど、上げて、もう今やったらもう完全に、これ本当はこうならないといけないですよ、ここはね、今これぐらいでしょ、これやったら下から、でもインサイドから来るから、インサイドから来るけど、寝すぎてクラブインサイドから入りすぎて、今みたいに、もうヒールにしか当たらない。なるほどね。だからヒールに当たるの。これ、練習場とかで、ここ、チェックして、これ、真上に来るように。真上に。うん、その、真横にして、平行にしたときに、そうそうそう、こうなるように。上げて、ここに1。で、まあ、まあ、1、2、2ってもいいけど、で、イメージ。インサイドからやけど、ここは合わせる感じ。インサイドが前提やけど、これ大事です。あ、そう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 。おお、きれいきれいきれい。感じで出てる。そう、それで振る。おー、うん。いや、でも、そう。多分これ、多分スローで見たらよくわかるんですけど、まだちょっとやっぱり寝てるんですよ、クラブ。やっぱこれね、インサイドから来ることも大事やけど、インサイドから来るっていうこととクラブが寝るっていうのはまた違うんですよ。うーわ、分かる、これ。いや、分かってない分かってない、ちょっと詳しく聞きたいそれはマジなんですか。いや、からゆっくりやるね、うん、まあ、インサイド、まあ、単純にインサイドって、はい、こう来ることでしょ。はい。ただ、でもクラブが立ってるか寝てるかっていうポイントもすごい重要で、はい、まあ、インサイドから来ることが大前提、はい、で、シャフトも角度もここに来ないといけないです、はい、で、ここで初めて綺麗にインサイドアウトに入ってくるんです。インサイドからただ入ってきて、うん、ちょっと衝撃があまりにも強すぎて言葉が入ってこない。はい、まあ、これやったらインサイドから入ってくるけど、クラブ寝てるんですよ、完全に、うん、で、この状態で打つと、もうヒールにしか当たらないですよ、はい、下から入りすぎて。手首を使ってもヒールにしか当たらないですか。寝たらもうヒールにしか当たらないですね。で、で、はい、理想は、はい、ここに来るけど、シャフトはこう、こういうイメージ。立つっていうのの、寝るっていうのの差を教えていただけますか。立つっていうのは、今度はね、はい、立ちすぎる人いるんですよ、はい、立ちすぎる人っていうのは、もうこうなってるんですよ。それ何がどこがどう立ってるんですか、それの。これはこっちから見たときに、この角度。はいはいはい。こっちから見たら分かるんですよ。はい。わかりました。目線から見たら。言うたらこうなったら寝てるってこと。そう、こうなったら立ってる。これが寝てる状態。うん、はい、これが立ってる状態。立ったらアウトサイドから。まあ、立ったらもう勝手に自動的にアウトサイドになりますよ、うん。けど。寝たらインサイドにはなるけど。なるけど、これ寝すぎなんですよ。はい。このすごい塩梅っていうか、その間が重要で、ここに来ないといけない。やっぱりこれやったら手元浮きますよね。はい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 。浮くからもうこのヒールしか当たらないですよ。手元浮いたらもう球つかまんないですもんね。でしょ。いや、インサイドから、まあ、ほとんどの人はもうインからアウターインの人がほとんどっていうか、まあ何割ぐらいやろ、7割8割ぐらいがアウトサイドインなんですかね。ああ、そうなんですね。そういう人がもうインサイドから頑張って入りようとしても、やっぱりクラブが今度寝てくるから、うん、今度それがシャンクとかになってしまう。はい、それハーバーやとめっちゃ詳しく分かるんですよね。
その映像をね、はい、マイショットマイショット、ワンショットワンショットって僕はもう線引いてるんですけど、いつも、はい、でそこで初めてクラブの通り道とかが分かるんで、僕らのこのあれだと分かんないし、まあ、アジアでも分かんないんですけど、あのハーバーは僕2回ぐらい伺わせてもらったことあるんですけど、むちゃくちゃ分かりますよねっていうのを言わないと行ったことあるんだよ2回店長と、あ、そうなの、そういうのがやっぱりクラブをねハーバーブーさんのスポーツで、はい、毎ショット毎ショット映像で撮ってくれるんで、うん、まあワンショットずつねチェックしながらできるんで、まあ、分かりやすいですね、分かりやすい、いや、はい、ちょっと衝撃的やったな、ここは自分のここは気にしたことなかったです。いや、だからね、こういきなりドライバーから直すのって難しいんですよ、やっぱり何でも。まあアイアン、まあ、7番アイアンでも9番アイアンでもいいんですけど、ちょっとまあ短いクラブからやっていくのが僕はおすすめだと思います、やっぱり。いや、盲点やな。これ気づかない人、お客さん、生徒さん多いんじゃないですか。いや、多い。そこみたいな。うん。でも、ね、壁は分かってんのかな。確か僕は理解したけどそこがやってる本人がそうレオンのレッスンみたいなと思ったから、確かに。でもこれでこう出てくるってのは分かります、自分のミス的にも。多分タコのミスが手元置いとるでしょ、このこうなったら浮くっていうのが、うん、多分僕背のミスが絶対多いから、インサイドから来させます、来させるけど、クラブがこういうめくれるっていう表現かな、こうクラブがこう寝ないようにここに平行にするためにこれがちょっと置いてるんで、まあ、こういうのを目安にしてほしいですね、言ったら、うんうん、ちょっとイメージしてみて、ちょっと、うん、そうゆっくりダンス、おーおーおお、きれいきれい、なんかプロっぽいですよね、なんかこの、うん、こんな感じね、うん、見違えた、だってプロとか見ててもこんな人いないでしょ確かにかっこ悪いですねでしょ、ここ、ここが大事。めっちゃ脇締まってなんか。そうそう、プロってやっぱりこうこの腕、この脇から体から離れないんですよ。あ、確かに。こうあったらこういう感じなんです。ずっと離れないでしょ。はいはい、はい。基本これなんですよ。確かに。リュウイさんも離れないですよ、ね。いや僕はでもやっぱ調子悪くなったら離れるんですよ。悪くなったら。ここなんですよ。でも結構プロみたいなスイングしてますプロやプロみたいってよく言われる一応プロな一発合格ですね一発合格だから多分あれちゃう、大胸筋つけすぎちゃう、あっ気つかんのこうなってる離れてるのつけすぎそういうことプロのアイアンとかも手元低くてもなんかこんな感じじゃないですか、もうこういう感じなんですよ、しっかりここに、まあ、イメージをこういう風に持って、ここにクラブありますよね、こういう感じでしっかりクラブの重みを感じて脇を締めて、で、これにここにクラブがあるような感じです。プロほどスイングがある程度できてるっていうのもありますけど、やっぱりシンプルに考えますね、やっぱりここに上げてとか、やっぱりここを上げてとかって考えてると、やっぱりそれはもう練習では考えるけども、練習では考えるけど、でもアマチュアの方もこういう経験あると思いますけど、調子いい時ほどあんま考えてないじゃん、ほんまにそうでしょ、パターとかひどいですよね、そう、パターなんかもうほんまに打ち方とか考えてたらほんまにできないでしょ、やべ、あれ強く握ってるけど、そんなんやったっけ強くで、それでカコンって入ったら、次のホールからうおーって握って、もうほんまに悪くなったら、どんどんなんか気持ちも持たんし、うん、まあね、そのそうだからどんどんショットももうなんか調子いい時ってああ、いい感じのドロー出てるわとかって感じだけど、ドロー出んかと思うみたいな、ここで、なんかでターフの向きめっちゃ右向いてるターフなんかでもターフの向きって見てる人いますかね、そのターフの向きってどれが正解だと思います、目標に対して。いや、それ球筋にもよりません、いや基本、まあ基本っていうかまあ、っすぐやと仮定して、それはちょっとこっち向いておきたいですよね、ドローヒッター、え、円運動なんで、うん、まあ、僕悪くなったらこっち向くんですけど、円運動なんで、でもまっすぐ向いてるんやったら
インサイドアウトに来てます。A 運動やから。ほんまに、ま、打った後にターフと取れるじゃないですか。はい、ってことは、ちょっと左に向いてないとおかしいんですよ。確かに。だから理想は、まあ、球筋にもやりますけど、若干左向いてるぐらい、ターフが。うん、クラブこうなるしね。そうそう。ここからフェースがこうなる分、抜けはね。ターフってやっぱ打った後に取れるもんじゃないですか。はい、それが右向いてたらめちゃくちゃインカ入ってますよ。ちょっとインカ見えてた、ね、そうそう。なんかどんどん、まあこれ結構言い出したらもうキリないですけどね、いろいろね。まとめるとなんやまだちょっとまとめるの早いまだ沼に入ってるままなんでちょっとなんとかしてあげてください。 OK、 まだこれじゃあリュウさんとこ行こうかならないです。かかとの洗浄ぐらいですか。かかとの、かかと、そうだよね、かかと洗浄ぐらい。そうそう、まあまあそれぐらいです。ちょっとまたテンパれちゃう。なんかこう膝の高さが変わってるように僕からは見えますけど、これはもう硫酸的に OK なんですか。どっちの振るとき右、はい、今の悪くないでしょ。ちょっとヒール気味。おお、めっちゃ飛んでるよね。飛ぶな。やっぱ言ってみたいですね。ちょっとヒールで310。やばいな。キャリー300行きたいな。うん。基本でもずっとこの球ですか。ああ、ちょっと真ん中から。これ出たらもうグッバイなんで。十分でプレフォースで。前行けた、前行けた。これが出ると、うん、普通上でその14回 OB できる14回 OB でそんなの14回ドライバー握るホールでどれぐらい OB するの。マックスでドライバー10本。おお、なんとかなりますか、リュウさん。いや、右やったって大体全部右っす。うん、全部右っていうのはもう学習能力の問題ですね。まあ体開いてるやろね、完全にもう。うん、そうそう、そう。多分ね、体開いてもフェースこれぐらいになってるんですよ、実際これぐらいのイメージ、フェースの向きも。その体が開くっていうのは振り遅れ、言うたらもう、もうこれなってるから。ボカボカってこうやったら、こんな感じの。まあ、ありがちですよね、結構ね。だからこういう感じ、体と先行ってるってことですね。そうそう、まあ、やっぱり飛ばそうっていう気持ちがあるから余計にやと思いますけど、もう、体の正面でしっかり、腰はちょっと開いてもいいけど、肩はまっすぐ、ボールに向かって。そこ肩で表現するんですね。肩のライン、肩のライン。僕は胸で表現してます、ずっと。もう、なるほど、新しいですね。胸の面が肩のライン、胸のね、肩のラインって俺は言います、僕は言います。イメージしやすい方でいいですよね。そう、今それもイメージしやすい方で。そうそう、肩を開かない。インパクトの時に肩のラインが平行。そうそうそう、基本ね。プロも基本的にこれぐらいが基本なんですけど、こうなってる人もいないし、あ、まあ、これぐらいですね、イメージは。なるほど。そうそうそう、いけるか。取ってください。ドロー打とう。絶対無理。ドロー打つつもりで捕まったフェードを開いたっすね。開いたね。今のもやっぱヒールやな。ダフりそうな気がして、あ、こう下からアッパーに打つってなったら、そこでちょっと最初、そこでクラブをちょっとこう、寝ないように、イメージする。そしたら大丈夫。寝たままやとほんまにダフるかもしれない。だからボールの位置もすごい大事で、左置けば置くほど、やっぱり右が嫌やからどんどん左を置こうとするやろ。詰まるしね、野球出身やから、うん、そうそう。けど、あんま左置かない方がいいですね、やっぱり。左置けば置くほどスライスになりやすい、やっぱり。逆やと思ってた。逆なんですよ。こう来るから当てに行こうっていうこと。そう、手が出るやん。正面で打たな、正面で打つスポーツやから、やっぱりゴルフって野球ってこっちでしょ。ここっすね。でしょ、
だから野球してる人って右行くんだ。なるほど。体もうボールは正面です。すごい正面。ここで返さないで腕をこう返してみるし、そう、うん、こっちで返すんじゃないですか。やっぱここで返すぐらいのイメージ。ここで、そうそうそう、うん、これぐらいですね。うん、これぐらい。そうそうそう、そっから体回して、おお、結構分厚い当たりで。今の結構良かった。惜しい。来たかと思った。当たりは全部当たり悪かったですね。結構分厚い当たりした気は、うん、わ、すごいな。もうちょっと惜しい。 もっと飛ぶな。もっと飛ぶ。いや、その手首 55? 初速78。マジで55って多分、まあ、リフミックのリフレックスのやつ入ってるんで。インソール入ってるんで、はい、これがまたいいんで。それがでも今のあたりでもっと手首返しとったら、そう、手首返すタイミングもすごい大事な。こんな中置いたの初めて。中じゃない、全然普通やから。普通でしょ。むしろ、いや、むしろその普段こことかやったんで。いや、もう左置けば置くほど。だから逆に言うとフェードヒッターとかは左置くんですよ。へえ。だって出玉左に行きやすい。左に置けば置くほど出玉って左に行きやすい。でもそのでこうやって返していく。ドローヒッターで中の部類ではない。中の部類じゃない普通。その外の部類の中側。モフトじゃこんなここら辺の人って見ますか。いや、ドローヒッターのルイさんはもう結構真ん中。僕逆で外置きたいのにコース行ったらめっちゃ真ん中置いてしまう。人それぞれ。ルイさん真ん中っすよね。いや俺イメージはもう。この辺イメージこれぐらいだけど実際もうこれぐらいになってる。いやもう本当に、これでもめっちゃつま先のあれいいです。あ、じゃあ開け、回りやすい、回りやすいでしょ。ダウンスイングのそう、その道と手首返すタイミング、そうそう、あれがいい球を打たせめる。ヒールや。こう当たりました。うん、そうやね。ハーバーやったらもう解決してるかもしれないですね。この自分でもこの、いや、それ見れるからなんですね。今は多分今のも実際もう結構こうなってるんですよ、うん、本当はね。今も感覚が頼りやけど、こう当たった感じが、うん、なんか気持ちさ、極端にさ、はい、ちょっとこれぐらいしたらどうなる。これぐらいで、これぐらい、ちょっとクラブが反対にくらい。フェイスがどうですか、それともシャフト、シャフト、おお、そう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 、そう、それやったらダフりそうっていうイメージなくなると。今のどう。めっちゃ気持ち悪いです、振った感じは。振った感じはね、ギャリーさんです。おおおおおおおいきましたね。いったな。おお、だからクラブを縦に使うって多分そういうことだと思う。今までナチュラルに振ってたのが寝てるから、別に立ってるわけじゃないんですよ今の。今のは絶対多分映像で見たら絶対ちょうどいいぐらいなんです。こんぐらいのイメージでしょ多分。スローで今出てます。だからそう、イメージこれぐらいで多分ちょうどこれぐらいなんですよ。いや、大げさにせんとこう、さっき言ったでしょ、大げさにしないとできないですよ。めっちゃ気持ち悪くて、うん、いや、そりゃそうよ。いや、だって違和感がないとスイングって治らないですから、ね、だって違和感ないのに、違和感なかったらって同じような振り方してるだけやから。違和感がなくて治せるんやったらすぐ元戻る。間違いない。なるほど、うん、いや、苦労して治したやつは定着できると思うけど、そうそうそう、体の向きとかって苦労せんやん。パッパって変えれるよ、このアドレスの向き。だからすぐ悪くもなるし、いいこと言うの。これ全部リュウさんが言ったことですね。ええこと言うなじゃない。いや、ほんまにその通りです、ね、その、うん、やっぱり直しにくいことの方がずっとまだ、うん、ただ半年とかかかる時間、その間ずっと気持ち悪いけど、ただ克服したら
もう今すぐ歯ばいて動画見たい。ほんまに。もうイメージこんなんやから。無料体験おるかもしれない。ほんまに。見せきました。いや、お前はもう無料ちゃうみたいな。お前はもう2回目だし、そうね。いや、この練習も。これはもう練習場自分で行ってもやってくれた。これどこ行くのにも。すごいイメージ湧きます。なんか、この下ろすのもそうやし、こっちになった時によりあもうね、これぐらいのイメージです、最初よりイメージ、まあ、理想はこうやけど今はもうこれぐらいのイメージでいい、うんうん、今んとこねプレイ4より前に2球目のバーディーですよね、まあ、確かに320のそれは320飛ばしたらもバーディー取れるよ、ね、しかもどうせ、どうせ白 T から行ってますからねあ、分からないか、回ったことないやっぱりかやっぱり恐れ多いその左手そう、思ってるより中ね、ボールはで、立てるぐらいそうだしおお音変わったな、ちょっとおおおい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 どうデシャン持ちましょうかおーいすごいいけるすごいすごいすごいおい、ちょっと待って、来た見てドロー回転ほんまやおーかも有名なドロー回転16度で2400が理想だけどもう理想値これ理想値やねへぇ、いや、多分ね、変わったと思う気持ちいい気持ちいい振りは気持ち悪いですいや、でも慣れるからね、うん、慣れるし、もう違和感あってなんだかすげえこれ練習したことなかったこれめっちゃいい自分で作ったみたいに言うてなもうねいやちょっと僕すらハーバー行きたいですもんね僕すら、うん、なんかちょっと撮影の名目でメスウギになんとか頼れように思ってますもんね教えたるわうわぁなんか、ハーバーいたら急に厳しそう周りの目もあるし周りの目お前ここ、こうって言うんだよなちゃうやんな、ここやったらちょっとね、リュウさんはどっちか言うとアウェーになるからまあそんなことないと思いますけどいや、もうやっぱりね認められないといけないんでトマックに認められないどういや、今すぐ自分の動画見たいですねあーなるほどこれを逐一、その場でチェックできるんですもんねそういうことです、はい、僕は気持ち悪いと思って振ったスイングが実はめっちゃ良かったとか実はちょうどいいとこにあるはずやから、うんうん、絶対にその意識と実際をすり合わせていったらすごいいいスイングにすぐなれそうかなって、うん、めっちゃそういうことそれ答え合わせできるから、はい、実際映像的に今それ以上いい無理っていう人でも全然アウトから入ってるもんありますね全然もっとせなあかんでって映像見ながら言えるんで、うん、こんな意識したのにまだそこ置いてんのって、うんまあ、答え合わせもできるし、うん、いや分かります納得してくれるから、うん、ちょっとなんか恥ずかしくなりますもんね。もっといかなあかん。恥ずかしくなる。で実際いる。あえこんなんやったん俺みたいな、ね、いますもん。でやったらやっぱ自分の映像見たら直そうってなるから。でそう直そうって覚えるから本当に。うん、はやってるでーって何ぼ言ってもいや見てで終わる。そういやーでもこれずっと映像見ながら線とか書いてくれはって全部逐一チェックしてもらえるってのが、うん、自分でやるとかそんなレベルじゃないかなとはすごい思います。もう全部わかるんで。はい、はい、ぜひぜひすごかったなイフミックイフミックもすごいほんまにすごい前の動画ご覧くださいあとなるかもしれない全部してるからと思ってその動画も、まあ、それもね概要欄に貼ってるしリュウさん の, あのインスタと、はい、あのハーバーゴルフ&スポーツも貼っておきますので、はいまあ、よかったらあのそちらの方のリュウさんの体験もできると思いますので、はい、体験でね、リュウさんが、まあ、あの人に教えてもらいたいってなったらもうね、そこで契約体験レッスンやってますので、はい、ぜひぜひ、はいはい、では、こちらの動画が良かったらぜひチャンネル登録お願いします、はい、よろしくお願いします。